こんにちは、小宮です。今日は久しぶりにダムの神奈川のダム行ったりいろんなダム行った時に撮った、この間言ったようにいろんなその光の民がいるっていうことを言った証拠としてのまた違う種類の光の民が映ってるんで、ちょっとご紹介しようかなと思って。で、今回のね、これ多分相模原のところのね、ダムで撮ったんですけど、これはね、自分が見た限りじゃ、こう今後夜叉様の戦艦のなんていうのかな、この舞台ではないかと思われるこの画像なんですけどね。ちょっとこれちょっと長通しで見てみますよ。これ入りました。ちょっと見てください。もうね、この時点でね、時空がね白くなって歪んじゃってるんですよね。これもう今ニール君飛んだでしょ。これね、ちょっと分かりづらいんだけど、ちょっと見てもらいたいんですよ。いつものね、太陽も映すと。この時暑かった、すごい暑かったですよね。暑いのに2人してラーメン食ったの。美味しかったな。汗も汗だくだったけども。ね、もう今ちらっと映ったね、まあ。もう一瞬だからね、もう、すごいスピード飛んでるからね、わからないんだよね。そうそう、来ますよ。そうそう、行っちゃいますよ。いてほい見ました、今のね、一瞬。はい、終わり。これね、ちょっと待ってくださいね。ソロでちょっとやってみますか。いいですか。これ半透明の、これムカデみたいな戦艦、これこれシールド貼ってるようだけど見えですよね、俺には。これ珍しいでしょ、これ。うん。これはね、今後夜叉様の舞台の戦艦ではなかろうかと。コンタクトをそろそろ取ってくる時期だなと。これ。見ますでしょ、これ。こんなの、ありえないでしょ、こんな形なんて、これ。これ半透明でしょ。これはね、なかなかこうすごいものを撮らせてもらったなって感じ。ね、完全にシールド貼ってますよね、これね。ねえ。でも明らかに機械的なもんですよね。うん。これがね、相模原で、また新しいでしょ。して、これもね、ちょっと投資でやりますよ。これもね、またちょっと違うのが映ってるんですよね。同じ場所ですよ。もうシールドがもう同じよ、もやかかっちゃって、だから軸のズレが生じてるんですよね、これね。これこういう時はね、よく取れやすい。ほら、見ました今。見ました今。今スローにしますね。これね。もうちょっとね、アップして形も変えながら、そう回転してるよね、形が回転してるんですよ。そんな形だった、うん、すごいよねこれ。これね、ちょっと止めれないんだよね、これ。早いっち、この画面がね、今一つ。おう。これさ。ほら、形変えてるでしょ。ほらほら、ほらエビね、ここでバットマンみたいなのね、これこれこれ、よいしょ、これほらほら。ほら、これね、下の車見て、これ結構大きいですよ、車の方。ここだからまあ手前だとは思う、うん、だけど手前でもないですよ。このポールに近いから、ポールより若干こっちだから、まあでかいことはでかい、うん、ほら、こんなのないでしょ。早いでしょ。こんなのが飛んでんだ、これ。ほら。うん。変形しながら飛んでるって。これ見たら竜みたいな。ねえ、そう、羽広いし、これでかいっすよね。引いてもでかいな。お、手前飛んでないか、かなり向こうが飛んでる。そう、ずっと向こう飛んでるんですよ。これ、そう、これがこれだと。そう、神奈川県ですね。